はい、皆さんこんにちは、ゆりです。はい、今日はね、緊急なカナダイファンの皆様に緊急にお届けする動画です。これはそう、朗報があります。朗報が2つあります。はい、なので緊急に連チャン動画を撮っておりますが、一つ目のね、朗報は、四大陸選手権が、来週から始まると思うんですけど、なんか、地上波放送ないし、私もが調べても放送予定、まあ、J スポーツぐらいしか出てこなくて、みんなどこで見れるのかなとか、地上波でカナダイだけでもやってくれないかなとかっていうね、コメントとか結構もらうんですけど、見れるかも。しかもライブで。今ね、ヨーロッパ選手権をやってるんですよ。で、そのヨーロッパ選手権の映像が、ISU の公式 YouTube サイトがあるんですけど、そこで、明日かな十何時間後だから、もしかしたら明日の朝かなになるのかもしれないけど、ヨーロピアンのリズムダンスをライブ放送されるらしいです。素晴らしい。で、なんか四大陸じゃないや、ヨーロピアンは全部男女ペア、男女シングル、ペア、アイスダンス全部放送があるみたいなんですね。で、上位カップルはその切り抜き の放送もしてるみたいで、で、ヨーロピアンってヨーロッパ選手権ってと四大陸選手権ってちょっとこの間も触れたんですけど、ついになる大会だから ISU がどっちかだけしか放送しないってあんま考えにくいんじゃないかなと思うので、四大陸はもしかしたらその ISU の公式チャンネルでリズムダンスから、リズムダンスやったら多分フリーも、そのままライブで見れるかもしれません。素晴らしい。これはでもあくまでも私の予想なんで、外れても攻めないでね。でもね、皆さんね、楽しみにしてらっしゃると思うので、また概要欄に貼っておきますので、そこをね、ちょっとチャンネル登録してもらって、情報を待っていただきたいなと思います。で、もしね、ライブ放送があるんだったら、私この、いつもちっちゃい画面で見てるんだけどさ、どっか、YouTube が見れるホテルでも撮ろうかなって思ってます。家にテレビがないんです、私。ね、だから、アイスダンス見るときは、だいたいテレビ見るときはね、ホテル撮ってるんですけど。ということで、ぜひね、チェックしてみんなで、ライブ放送みんなで見れたらね、なんかその後にね、ライブ動画、みんなで公開動画とか、チャットで質問聞いたりとかね、してもいいかなと思ったりとかもしてますので、ちょっとまずはチェックしてみてください。それが朗報1。そして朗報2は、四大陸のエントリーが決まったので、エントリーカップルの、ほら、また調べた。エントリーカップルの、リズムダンスの、ベストスコア、フリーダンスのベストスコア、あとトータルベストスコアを全部調べました。で、カナダが3カップル、アメリカが3カップル、オーストラリア2カップル、ニュージーランドが1カップル、カナダイですね。で、全部で何組だ？ちょっとそれはわからない。足してください。でもそれぐらいの、組数で大会が行われることになります。急に暗くなったな、また。なんだ。あ、また戻った。そうなんです。そしてその結果、朗報というのはね、こっちもすごいことよ。みんな。まあ、代表選考の時に、全日本のね、後の代表選考の時に、日本スケート連盟の方から説明がありましたけど、今回はオリンピックがあるので、四大陸は、オリンピック出る選手は基本的に四大陸には出ないでくださいっていうのは ISU から通達があったと。で、ということは、まあ、各国、カナダイたちも、だから四大陸と世界選手権出るみたいな感じなので、まあ、オリンピック出ない2番手、3番手のカップルが来るんですね、四大陸に。まあだから、まあ、勝ちやすいというか、まあそのね、一番手のカップルが来るよりは、まあこう、入賞できる、チャンスがあるんじゃないかっていうのが、こう、今までの見方だったと思うんです。
で、それは私もそう思ってたんだけど、言うたってね、カナダもアメリカも、すごい層が厚い国ですから、で、有名コーチがいっぱい教えてるカップルがいるし、で、まあ言うてもねって思ってたのね、正直なところ。まあ3位に入れればすごいいいんじゃないって思って、で、今日ね、スコア調べてたのよ、これ。そしたらさ、カナダがさ、何位だと思う？ベストスコア。なんとベストスコア、ワルシャワで出した 190.16 が、なんと2位なんです。すごい。すごい。1位から言うと、1位アメリカのカレイラ・ポノマレンコ、2位がカナダイ、3位が、同じくアメリカのグリーンパーソンズ。はい。で、4位が、カナダのソシース・フィールスですね。なので、大体、あ、ごめん、間違えてたかも。ローリオ・ルギャックだ。カナダの。ローリオ・ルギャックがトータルだったら、4位ですね。で、ソシース・フィルスがトータルだったら、5位か。まあ、いずれにしても、その5組の戦いになると思うんですよ。で、カナダへの一番、ライバルになりそうなのが、カレイラ・フォノマレンコ、グリーン・パーソンズ。いずれもアメリカのカップルで、グリーンパーソンズが、トータルが188。で、カレイラ・フォノマレンコはトータル191でカナダより上回ってますね。だけどね、見てこの接近してる点数の感じ、191.55 なんだよ。トータルがさ、2点ぐらいしか違わないんですよ。1位のカップルと。もちろん下も迫ってるけど。そう。ってことは、もしかしたら、優勝できるかも。ということが見えてきたんで、これはすごいと思って、これは放送せねばと思って、応援しがいがありまくると思って、今放送し始めました。ちょっと今日は速報で撮って、また何も貼り付けずに、エントリーぐらいは貼り付けるかも。貼り付けずに、取っ手出しで出したいと思います。いや、すごいと思うよ。まあだから、リズムダンスがカレイラ・ポノマレンコが、リズムダンス、最高得点が 78.40。で、カナダが 75.87 で、グリーンパーソンが 75.60 だから、まあ、いずれにしてもリズムダンスが本当にポイントになってくると思います。リズムダンスベストに近いか、私の予想では、そうだな、2点78ぐらい今回で行ってくれたら、世界選手権では80点台が見えてきたらまたちょっと変わってくるので、78ぐらいはカナダに出してほしいなという希望です。全くの希望です。でもね、ちょっとこれ面白い大会になるんじゃないかなと思っているので、ぜひ皆さん応援していきましょう。なんかちょいちょい暗くなる。なんでだろう。これぐらい近寄らないとダメだから。そう。そう。なので絶対面白い大会になると思うのでね。みんなで応援していきましょう。で、リズムダンスで、もし1位とか、まあ、僅差で2位とかになったら、本当に優勝できる可能性があるので。ぜひ今回はミスなく、リズムダンスを終えてほしいですね。まあ、マリーナ先生もエストニアだったかな。だから行かれると思うので。はい。ちょっとね、それをね、見つけてちょっと興奮したので、ちょっと速報でお届けしました。ということでね、まずはね、ISU の公式サイト、登録してみてください。ということで、またね、日にちが近づいたら、だから今からね、何時間か後に、ヨーロピアンの、リズムダンス、放送があるみたいなので、ライブで。
ぜひ皆さん、上位カップルだけでもいいのでね、ちょっと見てもらえたら、今季のリズムダンスがね、どういう形でヨーロッパ勢がやってきてるのかとかもわかるから、あとみんなね、これも言わなきゃと思ったら、何、下位のカップルだからって、バカにしちゃダメだぞ。ダメだぞ。今さ、オリンピックの、本ちゃんに残る、言ったら、1位、2位のカップルが、こっそり引退したら、カナダイがチャンピオンになるために、ライバルになるのは、今の、ヨーロピアン出てるカップルで、今の、4大陸出てるカップルになってくるかもしれないので、ライバルの偵察だと思って、見てくださいね。 よくよく見てくださいね。で、またそんな中でね、好きなカップルも見つかると思うので、また暗くなったと思うので、今日はなんか電気がついたり電気が消えたりとかしてるような感じになってるけど、まあいいや、もう。ということで、よくね、みんなもね、偵察するつもりでね、余裕がある人はぜひヨーロピアも見てみてください。ね、四大陸はね、本当に放送があったらいいよね。放送がね、もし決まり次第ね、また、見どころとか時間とかも伝えたいと思いますので、またね、やっていきたいと思います。そして、今ね、リズムダンスについての解説、今、歴史的なリズムダンスについての解説、今、中編まで撮って後編があるんですが、来週までになんとか動画を 撮って、ちょっと構成を今まとまってきてるので、またそれも撮りたいと思います。ということで、ユーザリン楽しみだね。じゃあね、バイバイ。ユーロ見たら感想とかも、あとコメントとかもお待ちしてます。じゃあね、バイバイ。 See you!